はいどうもマッシュマロです。皆さん緑の仮面やってますか？やっとやってきたダウンロードコンテンツ遊び尽くしたいですよね。そして今回は新ポケモンガチグマ暁の入手方法について解説していきたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。マロはね配信でこの DLC めちゃくちゃ遊び尽くしました。では早速入手していきたいんですけど、ガチグマ暁は特殊な入手方法になっているので動画を一時停止しながらぜひ一緒にやってみてください。そして前提として北上図鑑のポケモン図鑑を150種類以上集めてないといけません。集めてない人は集めてから挑戦しましょう。ではまず水力タウンの西側にいるサザレという女性に話しかけます。サザレはこの位置にいるんですよね。ここにいます。これはストーリー進行中も話しかけることもできますし、話しかけるタイミング自体は決められてないので安心してください。いつでも大丈夫です。次、北上図鑑を150種類以上集めているとサザレとバトルすることができるようになります。では話しかけます。実力見せてくれるんだ。はい、とここでバトル開始です。サザレの手持ちは夜のずっこノーマルタイプ、リーフや草の2体です。バトルで勝利してください。美人だ、ほんと。覚醒くんなら暁にも太刀打ちできそう。ここでバトルに勝利すると暁の話が出てきます。私が探してるガチグマってポケモンの異名だね。暁は私の地元が翡翠地方って呼ばれてた時代のポケモンなんだけど、いつからか北上に渡ってきて住み着いちゃったみたいなんだ。君とならあいつを見つけて写真を撮れるかも。暁を見つけるため一緒に調査しようじゃないか。やりましょう。はい、ということで暁を探すためにマップ右上あたりのトコシエの森に向かうことになります。いやーにしても空が綺麗だね。トコシエの森に着くとサザレがポケモンを撮影しているんですね。声をかけます。この森のこの辺りで暁の姿が目撃されてるんだ。それは霧が濃い夜の出来事だったらしい。おお、聞いた話だと霧の夜にはいつもと違うポケモンたちが姿を現すんだって。そこに暁も。これから女子くんに手伝ってもらいたいのはポケモンの写真撮影。霧の夜この辺りに現れるポケモンを撮って調査してほしいんだ。いろんなポケモンをたくさん撮ってきて、そのデータをポケモン探しマシンに登録していくと他のポケモンの反応がだんだんと除外されていき、最後には暁の場所が突き止められるって寸法さ。この辺りには霧の夜数十種類のポケモンが現れるところまでは調査できていて、2人で手分けするとして女子くんには10種類くらいポケモンの写真を撮影してほしいんだ。はい、ここでトコシエの森で10種類のポケモンを写真撮影していきます。そしてライドポケモンには乗れないということです。操作開始。カメラの起動は十字キー下ボタンね。ポケモンを探していきましょう。ポケモンの声がする。あ、いる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 。あそこにウソッキーがいるな。木に糸丸がいるね。しゃがんだままだとカメラを起動できないので、近づいてからしゃがみを解除しましょう。そしてカメラを起動。パシャ。写真撮れたんだね。どれどれ。いいねいいね。君にお願いして大正解。ポケモン見かけたら、しゃがんで近づいて。にしてもポケモンスナップみたいだな。最後、ポイントはポケモンの特殊やタイプを考えていそうだなぁと考えて探すこと。例えば水ポケモンなら水辺にいそうとか。楽しみながら10種類撮影してみてくださいね。多分これが暁の反応。やっと居場所が分かったね。はい、未確認のポケモン反応はこの辺りから出てたはず。油断せず。来た、ガチグマ暁だー。うわぎ、こいつが暁。本当にいた。本当に会っちゃった。ここでガチグマ暁と戦闘になります。ガチグマのタイプは地面ノーマルです。捕まえるためには倒しきってしまって大丈夫です。ブラッドムーンが強い。防御力やばい。普通にね、油断すると負けます。ちゃんと準備してから行きましょう。ということでここで好きなボールを使って捕まえていきます。じゃあちょっとヘビーボールに入れます。みんなどのボールを使うかぜひコメント欄で教えてください。待って待って、ここで動画を閉じようと思ったそこのあなた、まだ続きがあります。ちょっと待ってね。こんな感じですね。ガチグマ、デイタンポケモン、地面ノーマル。鉄のように硬い泥で身を守り、闇を見通す左目を持つ特別なガチグマ。この特性がすごいね。心眼、ノーマル格闘タイプの技をゴーストタイプに当てることができる。相手の回避率の変化を無視し、命中率も下げられない。そうなのよ。さっきゴーストタイプをめちゃくちゃ手持ちに入れていって、実はマロ一回負けてるんですよ。なぜか攻撃は当たるから、どういうことって思ってたら、特性が心眼らしい。この心眼本当にぶっ壊れてる。戻った後サザレに話しかけに行きます。ここで
こだわりスカーフをもらえます。そしてこの子にサザレの相棒翡翠のガーディに弟くんがいるらしく、サザレから翡翠の姿のガーディももらえちゃうんです。ということで今回は一石二鳥のガチグマ暁と翡翠ガーディ入手方法でした。ガチグマの色違いは知ってるんだけど、ガチグマ暁の色違いっているのかな。今回の動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。